日本人が多く移住している国トップ10第10位韓国、移住者数48,000人。まず韓国は日本と時差がなく、永住権が300万円と比較的安いので永住者は年々増加してるみたいです。さあ第9位フランス、移住者数5万人。フランスはね、日本と同じく交通網が充実しており、なおかつ大学などの学費が日本の10分の1以下で抑えられるので永住者が多くなっております。第8位ドイツ、移住者数5万5千人。ドイツは残業する人がほぼおらず、物価は高いんですけど家賃は東京より低いので日本人に大人気となっております。来ました第7位ブラジル、移住者数6万1000人。まずブラジルはなんといっても日系人が世界で一番多く、物価も安いんですよね。そして大きな特徴として退職者向けのビザが非常に取りやすく、不要人も同伴できるので家族での移住にもってこいですよ。第6位イギリス、移住者数7万人。あのね、イギリスってヨーロッパで移住者が最も多く、地震がほとんど起きないので歴史的な建物がバンバン立ち並んでるんですけど、物価はアメリカより平均的に高いので頑張ってください。第5位カナダ、移住者数8万人。カナダはそもそも国民の4分の1が移住者であり、失業者が非常に少ないので人気なんですよね。さあ第4位タイ、移住者数8万3千人。特にタイのバンコクは、ここ日本じゃないのと思うぐらい日本人が多くいて、さらに超親日国で永住権取りやすいんでやってみてください。第3位オーストラリア、移住者数9万人。オーストラリアの最低賃金は約2500円と世界で一番高く、気候も温暖で言語は英語なので移住者が集まりやすくなっております。さあ第2位中国、移住者数12万人。そもそも中国は日系企業が世界で一番多く、住みたいというよりもビジネスで行かないといけない人が多いんですよね。でね、都会の街並みや食文化は日本に似てるんですけど、現在ではビザなしではそもそも観光もできません。ただし例外として72時間以内に日本、中国以外の国に行く予定がありますよ。そういうトランジットならビザなしで特別に行けるので行ってみてください。さあ圧倒的第1位アメリカ、移住者数60万人。こちら最大の同盟国ですし、世界一の経済大国なのでそりゃみんな移住しますよね。しかも今なら格安航空のジップエアで往復8万円ぐらいで行けちゃうんで、もうぜひ行ってみてください。どうしました。